松平忠康は、江戸時代後期の大名。出雲国松江藩の、第十代の藩主。には、十四以上、では守る、左子の江検少将、増樹三味。直政啓越前末平家宗家第十代十二代、当主。天保六年四月八日、三正国津山藩主、松平成高の七、男として誕生した。幼名は、聖三郎。 後署名の徳広を名乗る。加盟6年9月5日、松江藩の第九代藩主、松平志隆が暗愚であったために、家臣団や遠石から強制隠居させられた後を受けて、その婿養子として家徳を継ぐこととなった。同年12月23日、十三代将軍、徳川家貞の返旗を授かり、署名の名落としから正し安に改名、十四人下に、ジョイ。 自重に任官またでは守るを兼任する。幕末期の動乱の中では、砂漠派として行動し、大阪や京都の警備を務めている。安政4年4月28日、左この江検証書に転任する。反省においては、文久2年、文部を奨励して、西洋学校を創設する。また、フランス人を招いて、法術や西洋医術の導入。 イギリスやフランスへの留学生派遣を積極的に行っている。さらにこの年にはアメリカから軍艦薬も丸を導入した。これは、薩摩藩と長州藩以外の藩が外国の軍艦を導入した一例である。源氏元年4月18日、14以上に少女し、左この絵検証に選任する。また、慶応2年には女学校を創設している。それ以前の文久3年には、 軍備増強を目指して、沖国において17歳から50歳の民間における男子を徴兵して、農兵隊を創設した。このように、ただし安は、先見の民のある有能な藩主であったが、この沖における徴兵は、地元農民の不満を買うこととなり、慶応4年に、沖で3000人の民衆反乱が発生して、軍隊を追放し、沖に一時的に、 松江藩から独立した自治政権を作られるということとなった。慶応2年に第二次長州政党が起こると、ただし安は長州藩に敗れて国を追われた岩見国浜田藩主松平武志を保護している。その後、長州藩の軍勢が出雲国境にまで迫ってきたため、ただし安は慶応3年に幕府に無断で長州藩と単独交わせざるを得なくなった。 慶応四年の母親戦争では新政府に組みしている。この時、ヤも丸は、の党おにおいて、座礁沈没してしまった。明治二年二月五日、では守るから出雲守るに選任する。同年六月十七日、反籍奉還で地範事となり、明治四年七月十四日、廃藩地権で面刊された。明治五年三月十日、隠居し、養子、自家王に家督を譲る。 明治10年5月24日、自家王の隠居に、文家により、再び家徳を相続する。明治15年11月17日、再び隠居し、三男、直明に家徳を譲り、12月1日に死去した。去年48、大正13年2月11日、特使をもって、十賛味を追贈された。ありがとうございます。